こんにちは。本日も素晴らしい青空です。今日は11月の8日、九州の旅前半は本日で終わりです。JR 九州の博多駅、ジャガタ、長崎駅に昨日やってきまして、もうすでに午後になっております。緑の窓口でいろいろ必要な切符も買い揃えました。長崎の駅がね、こんな立派な感じになったのがいつからなのかわかんないんですけど、かなり立派ですよね。これいつ来てもすごいなと思うんですが、実は長崎の駅舎自体は結構小さくてですね、長崎駅舎ってたったこれだけなんですね。これがそうなんですよ。他のやつはね、駅舎というよりは全部駅ビルで、駅の改札を出たらすぐにロイヤルホスト、それから長崎名品館とか JR 九州ホテルとか、駅ビルは立派なんですが、駅舎の建物自体はそこまでは実は大きくないというのが長崎の面白いところです。でもこの全体でね、一つの建物に実証になっておりますから、全然それがみっともないなんてことは思いませんけどね。でこの長崎は私もこれまで5度ほど訪れたことがありますが、あまり5回だとね、そんな詳しい方とは言い難いものでして、有名なメガネ橋、ステンドグラス、まずこれ自体ステンドグラスですけどね、これ武雄温泉の楼門じゃないの、違うのかな。まあこれあれですよね、大浦天主堂かな。あとはこれは平和記念像でしたっけ、平和の像とか、これは長崎くんちかな。いろんな教会群、まあこのステンドグラス自体がまずキリスト教の場所、長崎の象徴でありますし、こちらは出島と、あとは向こうになんか帆船みたいなのもありますが、長崎に来てまず一体どこへ行けばいいのかということを先に考えておいた方がいいかもしれません。観光の案内所があるから、たまにはこういうところで私もパンフレットなどもらって勉強しましょうか。名物といえばカステラ、長崎シャンポンが有名です。キリスト教の町、維新の発祥ではありませんけれど、維新の関係の町、そしてまた被爆都市としても名高い長崎はいろいろ見るべきところがあります。これは多分それに少しは関係あるものと思いますが、日本放射線影響学会第61回大会、結構長いんですね。年に多分1回ずつはやっていると思いますので、多分その被爆してきたその当時からずっと続けられている大会なんだろうと思います。長崎も観光の拠点はやはり路面電車になります。この間路面電車に乗ったのはどこだったか忘れちゃいましたけど、1日乗車券みたいなのがあるから、これに乗っていけば大体いいのかな。でここもまた昔ながらのこう石畳が路面電車の木田のところだけ残っています。路面電車もね、寿命が相当長いですから、かなり古くからのものが使われているようでして、被爆電車ってのはここも通っていたんだったかな。私もそれほど記憶にはありません。電車にもいろいろこの辺りの名所がたくさん書いてあります。名物もたくさん書いてあります。路面電車を見ているだけでも長崎の勉強になります。長崎から2つの世界遺産、キリスト教の教会群と、それから明治維新のその関連の視察群が全て世界文化遺産に登録をされまして、長崎も一気にそれらを保有する都市となりました。しかしこれから向かいますのは長崎平和公園です。広島の原爆ドームが大変有名で、長崎にも実は原爆ドームとなりうるような建物がありましたが、解体されたという歴史があります。これについても簡単にご説明したいと思います。すごい短いところで止まるな。こんなに車間開けないで止まるんだ。まあ大丈夫なんでしょうね、慣れてるんだろう。ここは浦上というところでして、長崎本線、 JR の長崎線で長崎から一つお隣に来たようなところです。路面電車で長崎の駅から10分ほどかかります。この路面電車がね、いつも混んでるんですよね。本当にめちゃくちゃ混んでて大変なんですよ。なんでこんな混んでるんだろうなって感じになる。まあそれだけ需要があるということはいいことかもしれません。これ市電とはまた違うらしいんですけどね、路面電車の運賃も120円と大変安いので、普段の移動手段としても利用がしやすく、また1日乗車券も、路面電車の中では売ってないんですけれど発売はされています。両替とかなんとかして、ね、降りるのがめんどくさいですから、そのところで路面電車に乗るには、まあ、買っておくと事前に、ね、買えるといいかもしれません。でも4回乗っても元が取れないんで、5回目に乗ってようやく元が取れるというところですから、まあ、それもどれぐらいこれ通知料金が買うか買わないかということを事前に確認しておく必要があるかもしれないですね。今日は長崎の駅のコインロッカーにパソコンとかそういった重い荷物を全部置いてきまして、かなり身軽な格好できてるんですが、長崎は坂の町として知られていますから、こういうところでもね、ずいぶん上り下りが多いわけです。荷物が多いと長崎は歩いていて疲れ切ってしまいます。まあ、そのためにね、いろいろ起伏が激しくて影になるようなところもたくさんあったので、大型の原爆ファットマン落とされてもそれほど被害は大きくなかったという、まあ、ちょっとラッキーな面といいますか、不幸中の幸いみたいな面も発揮はしていたようです。今日は入りませんけど、長崎の平和資料館はこちらです。こちらにもこのように、佐々木貞子さんの折り鶴活動と同じような形、多分それに賄っているものと思いますが、いつもこんな感じでたくさん折り鶴が掲げられています。錦を形成しています。知らなかったな、ノーベル平和賞受賞してたの。そんなこと何にも知らないんですけどね。あ、これは核兵器廃絶国際キャンペーンがノーベル平和賞受賞したってこと。長崎市は受賞したんじゃないですよね。
いや、長崎市のあれが受賞したらしい。いや、そうなんだ、知らなかったよ、それは。資料館の近くに平和記念公園と、それから大浦天主堂じゃない、これは浦上天主堂か、浦上天主堂があります。もともとは別のところにあったはずですが、しかしここに新しくこう移設されて、新しく綺麗な建物になりました。なぜ新しくしたのかというと、原爆投下で崩壊したからです。大丈夫だよ。原爆が投下された時、浦上天主堂の中では何やら式典のようなものが執り行われていたらしいのですが、その時多数の人がといいますか、全ての人が原爆の投下によって亡くなられたんだそうです。この天主堂の中にはもともと聖母マリアの像が置いてありましたが、それが奇跡的にも原爆によって焼かれ、頭の部分だけになってしまいましたが残っていたので、それがこの入って左側のところに展示をされています。また中も非常に壮観で、私も今度この度海外をいろいろ旅行してきましたけれど、外国で見たものに勝るとも劣らない立派な聖堂です。この中を撮影することはできませんが、しかしぜひ訪れておくべき場所。長崎の教会は基本事前の連絡なしに見学をさせていただくことはできないのですが、ここは自由に見学をすることができますので、マナーを守って行かれることを強くお勧めします。そしてこの天主堂のすぐ脇のところにですね、浦上天主堂旧鐘楼と書いてありますけれど、このようにもともとの天主堂の跡が残されています。大正時代に完成をしたものだそうでして、明治時代というか、明治から大正に変わるかどうか、それぐらいの時に完成したものです。浦上天主堂は被爆してからしばらくの間、45年10月の時、このような状態になって残っていたそうですけれど、これがしばらく保存をされていまして、1958年頃まで、どうもそのままあったようです。これは原爆の、原爆ドームと同じように、ここはまた原爆の悲惨さを伝えるための施設として、遺跡として残しておこうという決定が議会ではなされたのですが、しかしこの新しくでは浦上天主堂を建て直そうという時に、当時の長崎市長がアメリカへ行って、そしてアメリカのところで、原爆の焼かれてしまったそれを新しく建て直すためのお金を集めていますということを言って、お金をくださいと言った時に、アメリカの担当の人は、じゃあそしたらば古い浦上天主堂、これを撤去すれば新しく建てるためのお金をお支払いしますよというふうに言ったので、じゃあ実際にそうしようということで、市長の判断によって、これらここでこのようにして破壊された状態で残っていた旧浦上天主堂はもう解体ということになり、今ではこれぐらいしか残っていないというわけです。もちろん当時は当時なりにいろいろ決定がありましたし、それを保存するのにも相当なお金がかかるから、だから解体をしようということになったわけですが、市長の考えがそこでぐるりと、それまでは保存派だったものが、解体派に変わったというのは、なかなかちょっと不思議なことでもあります。この浦上天主堂が残っていれば、いわば長崎の原爆ドームのような役割をおそらく発揮していただろうと思われますけれど、現在ではこれだけが残されるのみです。ちなみにここに積まれているこの石垣は、大体その原爆投下の前からずっとここにこのようにして残っているんだそうで、たまに修復されたりということはあったようですが、おおむねその当時からこのようなスタイルで天主堂は佇んでいます。これですね、こういうふうに昔はこの辺りもかなり農地だったそうです。これ天主堂の目の前の公園がとても雰囲気がよろしいわけですね。でさっき長崎の駅で買ってきて、どこで食べようかなとずっとこうポケットに入れてたんですけど、これですね、これはあのカステラ一番のやつですよ。あの文明堂ね、文明堂もそうですが、あの長崎はもともと外国からの文化がいろいろ入ってくるようなところでしたので、いろんな食べ物があって、なんか天ぷらも長崎発祥なんで違ったっけ、忘れちゃいましたけど、とにかくこれはここが日本では発祥の地だということで、これ見ながらここの公園でカステラ食べるなんてね、こういいもんじゃないですか。これどこでも売ってるんですけどね、大学にお土産で買っていくことにします。あの大学ぼっちなのになんでお土産を買う必要があるのかというと、あの友達はいないんですけど、ゼミナールがありまして、あのうちのゼミナールの先生が長崎出身だからなんですね。だからちょっとたまには買っていこうということです。手軽に食べるにはこのカステラ巻きが一番だと思いますが、こんな感じでこう巻いてあって、これ周りのやつを剥がすとカステラになるんですね。一つ120円です。あの長崎のナンバーはですね、こんな感じで面白い形をしております。バイクのナンバーですけど、こんな感じでね、あのこう分かりますか、上の辺と下の辺の長さが違うわけですよね。でこうなんとなくこうひしゃげたような形をしている、これは出島の形をしています。これね、あのご当地ナンバーみたいなやつですけど、形まで違うっていうのは面白いですよね。
まっすぐ行きまして、これが平和公園ですね。まっすぐ行ってきたわけではないんですけど、まあ、大体これらのところは全て近くにありまして、まあ、一度は訪れるべきところだと思います。奥にあるのは平和記念像です。有名な像で、水平線だか水平線とそれから天を指しているそうです。うちのチャンネルでこれを皆さんにご覧に入れるのは初めてだったかと思います。その手前には噴水があります。これ平和の泉と言います。なんでここでこのように噴水があるのか、これも理由があるそうでして、原爆が投下された時、広島でも長崎でもそうですが、まあなんなら東京大空襲とかでもそうですが、焼け出された人たちが水を飲みたい水を飲みたいというふうにして街中をさまよっていて、もしくはうめきながら倒れてそういうことを言っていたそうですが、ただそういう人には水を飲ませるとそのまま死んでしまうから良くないということで、水を飲ませないというふうになっておりまして、当時そういうふうに言われておりまして、みんな水を飲めないままに必死に水を求めてそのまま死んでいったんだそうです。その人への、まあ、少なくとも、まあ、少しの、まあ、哀悼としまして、それでこのようにして噴水を作りがちだと、そういうふうに私は聞いたことがあります。なお広島よりも長崎の原爆の方がどちらかというとなんとなく前面に出ていない感がありますが、これはまず広島の方が被害が大きかったこと、広島が世界初の被爆都市であったこと、そしてさらに広島は怒りの広島というふうによく言われるんですが、それに対して長崎は祈りの長崎などと言いまして、原爆のその投下ということに対しての持っている市民の全体的な感情や長崎市のその対応が広島市ではちょっと方針が異なっていることなどから、そこまではものすごくこう原爆投下という象徴的なイメージは持たれていませんけれど、しかし長崎は長崎なりにやはり活動はしているということだけはここでお伝えしておこうと思います。でもこれ広島でも言ったかもしれませんが、広島で大きな大変な焼け出された後でそのまま長崎にじゃあ避難してこようと長崎に来たら、今度は長崎でも被爆してもうこれでこの世は終わりだというふうに感じられた方もいたんだそうです。しかし結局8月の9日以降にはそれほど大きなことは少なくともこの辺りでは起こらなかったわけです。原爆の戦没者の名簿があそこにあります。そしてこちらにあります、これが、またもうこれは別の、確かこれも天主堂かなんかの関係だったと思いますけれど、これもまたこの辺りに建っていた建物でして、原爆の投下によって崩壊したものの一つです。この裏側に今ちょっと建物が並んでいますが、さっきの平和公園があって、またこの高台の上には平和資料館がある、まあ、大体そういったところ、この辺りが爆心地になっています。ここにあるのは、ね、その爆心地すぐほとりの川で、別になんつうことはない川なんですけど、こういう川みたいなところにはやはりその空襲で焼け出された人たちがみんなこう自分が暑いですからこう入ってきたりとか水を求めてやってきたりして、やっぱりそういった時にはもう折り重なるようにここに亡くなられた方の亡骸の山が積まれていたんだそうです。広島の原爆の時もね、資料館で解説をされている方がいてちょっとこう聞いてきたんですけれど、の写真なんかその現地の、ね、被爆したところの写真なんかがこういろいろ展示されてたんですが、実はここのこの部分にはもっと本当はこう遺体の山がいっぱいあったんですけど、それを今この写真があまりにも衝撃的すぎるので加工してそれを何もないように見せているんですよなんてことをおっしゃってました。調べると結構原爆の時の写真とか出てきますけどね、あここがあの時のあの川なのか、多分見ると私も見たことがありますけど、本当に人間がこう折り重なるようになっていて、もうそこら中死体の山という状態があちこちで作られていたようです。この爆心地のところにはこの川のところですぐ脇にですね、その当時の地層みたいなものが残っておりまして、で少しこう移動すると分かるんですが、これですね、原爆被爆当時の地層と書いてあって、いろいろなもの、これが屋根瓦とかですね、茶碗とかそういったものがここで一緒になっているのは分かりますが、要するに何でもかんでも全部こうピシャッとこう平らに潰れてしまったので、瓦とそれから湯飲み茶碗とかそういったものが一緒になっているということなんでしょう。この人は庭師さんみたいなあれだったのかな、どうもそれっぽい道具のようなものも見当たります。長崎もやはり広島と同じように平和学習の地としてよく知られているようで、大勢の修学旅行生が目にされます。いつも混んでますが今日は座ることができました。そして次にどっか行くかもしれないし行かないかもしれませんが、とりあえず一旦長崎の駅に、坂が多いので、ね、やっぱり疲れてくるもんです。しかも本日はさっきまでとても天気が良かったので、その分日射によって体力を余分に奪われた気がします。